エリアルを倒した際怪獣カプセルが飛び散った。このように最終作業にハイティング準備、宇宙を支配するため。それを狙っていろいろな宇宙人たちが本部にアタックを繰り返してるの。誰一人安心して眠らせるものか。こんなの最高すぎる。目の前で起きてることが信じられない。これは貴重な記録よ。手に入れてやる。必ず。やっと運が向いてきたみたい。私と一緒に来て、あなたのこと守るから。あなただったのね。このメッセージは AIB 本部に向けて送っている。エンペラ星人カプセルとダークルギエルカプセルを渡せ。お前たちには不要なものだ。応じない場合を想定してこの女を預かった。カプセルと引き換えに返してやる。カプセルの引き渡し役には朝倉陸を。今日の13時、神林町の廃工場に来い。もしも要求に応じなかった場合、この女は私の方で処分する。今朝 AIB 本部に届いた映像だ。この人質の女性は石狩アリエさん。フリーのノンフィクションライターで福井デケイの失踪事件を追っていたみたい。レム、この映像どこから送られたかわからないの？特定できません。君を巻き込むのは本意ではない。人命には変えられない。我々に協力してもらえないか？もちろん。あいつにこれ以上誰も傷つけさせない。私も協力します。納得いかないのか？リックンを一人で福井デケイに近づけるなんて危険すぎます。これは罠なんじゃないでしょうか？福井デケイの狙いはカプセルじゃなくてリックンを襲うことかも。
彼を危険な目には合わせない。私にも策がある。今御社に着きましたので間もなく伺います。はい、今回はお時間いただいて本当に本当にありがとうございます。おお。お前もたまにはやるじゃねえか、ゼロさん。僕だってやるときやる男なんです。よし。ニコニコ生命保険です。緊急事態につきご協力をお願いします。やっとアポ取れた営業先なのに。これだけはしょうがない。お願い少しだけ諦め、諦めろレイト。いやです。ほら行くぞ。時間通りだな。人質は？まずは銃を捨ててもらおうか。シャドウ星人。お前たちも武器を捨てろ。余計なことをすると、あの女の命はない。例のものは。いいだろう。それで、石狩アリエは。カプセルを渡してもらおうか。行くよ。気をつけて。このカプセルをどうするつもりだ。なぜお前を指名したと思う？この物語に決着をつけるのはこの私かベリアル様の子であるお前のどちらかだ。ベリアル様に選ばれし者がこの物語にエンドマークを打つ。ベリアル様の意志を継ぐ者、それはお前じゃない、私だ。この物語の決着の鍵は私の手の中にある。お願い助けて。僕が絶対にお前を止める。ほざくがいい。さあカプセルを渡せ。はい、ゼロ。リーク、ここは俺に任せろ。彼女を頼む。間に合ったぜ。
急げ。任せて。ライハー、ということか。キングジョー、ギャラクトロ、これでエンドマークだ。キングジョー、ギャラクトロ、ウルトラマンベリアル、キングギャクトロ。じっとしてでもどうにもならねえ。さあ、さあ、仕上がって本気出すぜジード。はい、ユーゴー、アイゴー、ヒアウィーゴー。ウルトラマンベリアル、ウルトラマンキング、我王の名のもとに。ウルトラマンキング、帰るぜ運命。ゼロビオンド。
何かが違う。モア大丈夫？石狩アリエとカプセルは？リー君が危ない。お望みのものよ。何？どうして？私、役に立つでしょう。想定していたよりもずっとな。そろそろ認めたらどう？これはあなただけの物語じゃない。私たちの物語。私たち二人がこの手で世界を終わらせる。その瞬間を見るのが待ちきれない。ご苦労様。貴様！朝倉陸。もう一度言う。この物語にエンドマークを打つのは私か、お前だ。結局、彼女を救うことはできなかった。僕たちは福井デケイの手の中で踊らされていただけだった。ケイをかくまい、取材を続けていくうちに
彼女は彼に心酔してしまったのだろう。だがこんな結末を彼女は予測していなかったに違いない。どうしてあんな男に。私のせいだ。彼女を止めていれば命は守れた。何言ってるの。モアの方が殺されてたから。それでも彼女とカプセルを守るのが私の使命だったのに。モアのせいじゃないよ。そうだよモア、自分を責めないで。ですが福井で K はなぜ奪ったカプセルを使わなかったんでしょうか。朝倉陸、もう一度言う。この物語にエンドマークを打つのは私か、お前だ。僕がやらなきゃ。朝倉陸。気がつけば待てて来だす幾千の星たち。色とりどり個性があってぶつかったりしながら認め合い讃え合って新しい力生み出してくんだ。行こう最高の明日をつかむために、道なき道をもっと自由に。ウルトラカプセルナビ、今日のカプセルはこれだ。ゾフィー宇宙警備隊隊長ゾフィー、身長45メートル、体重4万5千トン、胸のスターマークは優れた者に贈られる勲章です。次はこれだ。エンペラ星人、暗黒宇宙大皇帝エンペラ星人、身長56メートル、体重4万9千トン、光の国と敵対する暗黒の支配者です。次回も見てくれよな。福井でKが僕を呼んでいる。僕はウルトラマンとしてあいつと決着をつけなければならない。美しくも悲しい光が降り注ぐ決戦の地、それは沖縄。次回ウルトラマンGストルームの光、帰るぜ運命。